今のはなかなか乗れてたね、マコ。うん、自分でも思った以上に調子いいよ。地元離れてみると意外と課題も見つかるし、来てみて正解だったね。お、ちょっと、そこのお兄さん、その車見ればわかるわよ。走り屋なんでしょ。私たちは薄い峠から来たんだけど。え、私たちを知ってるの？インパクトブルーも有名になったもんね。だったら話は早いわ。私たちバトルの相手を探してたとこなのよ。女だと思って甘く見ると痛い目に遭うよ。私たちは薄い峠最速のインパクトブルーだからね。さあ行くよ、マコ。分かってる。私たちは絶対勝たなきゃいけないよね。私らの乾杯だよ。すごいよね、憎たらしいぐらいに余裕じゃん。うん、負けたけどすごい充実感あるよ。すごくいろんなことが分かった。車をコントロールする能力は桁外れだよ、あんた。あ、おまけによく見ると私好みのいい男だし。何赤くなってんのよ、最近。もし薄井に来ることがあったらまたバトルしましょう。薄井最速のインパクトブルーが相手してあげるわ。